日曜日のローテを守っていた大瀬良選手が翌週の阪神とのカード初戦にスライドしたことで、日曜日の先発は誰になるのかファンの間でも注目されてるね。森下選手の登板日によってはローテの順番も少し変わりそうじゃな。ファンの中ではコルニゲル選手、アンダーソン選手、遠藤選手の名前が上がっているんだけど、投手陣の疲れが心配されている中で救世主になれるか楽しみだね。今回は日曜日の先発は誰なのか、ファンの予想を見ていくよ。玉村を日曜日にしない理由があるのかな。抹消されてるし、バンテリンならコルニエルが任されそう。2軍じゃいいのか悪いのかよくわからんけど、5回から急に崩れる悪い癖が出なければ大丈夫だかな。遠藤くんみたいんです。個人的理由だけどチャンスをあげてくれないですかね。良いピッチングしてた時は上がる隙間がなかったですし、経験も積んでるので抑えてくれると思いますよ。アンダーソンを見たいけど先発なんか中継ぎなんかよくわからん。調整してるからな、予想できない。誰にせよ長いイニングを食える選手はいないから、中継ぎの負担がまた増してしまう。大瀬良スライドしてまで日曜日を誰かに託す理由は何だろう。阪神に大瀬良を当てることが最優先なんかな。まあ若手にチャンスが回ってくるなら良いと思うし、森みたくローテ定着してくれる投手が現れたらいいな。グローバルも登板感覚的にあるのでは。2軍で6回1失点は内容を見てないけど合格点な気もする。飛び抜けた選手がいないから予想難しいけど、誰が上がっても厳しい試合にはなると思う。アンダーソンかなり良いと思うんだけどな。球速も出てたし、調整登板もしっかりしてるでしょう。離脱前は頼りになる存在だったし、戻るべきは日曜日の先発な気がする。推しの選手というか、ファンの中でも期待する選手が違うから、予想としてはいろんな投手の名前が上がってたよ。予想は難しいのじゃが、このチャンスをつかむのは誰か楽しみじゃな。ということで、日曜日の先発候補に対するファンの反応まとめでした。カープのお話はどうだった？他にもたくさん面白い話をしてるから、最新の動画や再生リストもチェックしてみてね。